はい、どうも皆さんこんにちは、ソルトです。ディアブロ3、前回のね続きからやっていきたいんですが、はっきり言ってね全然進んでないんですよね。何回やってもボスに勝てないということで、ちょっとスキルのね再度見直しをねやっていきたいと思います。スキル的にはね、やはり炎の能力だった方が非常にダメージが強かったような気がしますね。なのでちょっと炎をメインとしたスキルにもう一度やっていきたいと思います。これはいるね、最大値上げるのはいる。で、霊気に包まれている敵または凍結しているダメージ、与えるダメージね、これはいるね。で、続いてショックパルスか、これあまり使わなかった、こっちの方が結局いい。アーケインパワー生成で、これもそこまで使わなかったので竜巻に行きたい。これだね、火炎ダメージで、続きに時空の歪みで遅くした上でのメテオ、メテオで、どうしようかな。これいいね、58でルーンアップ、これいいな。メテオのね、破壊の星、これ覚えたい。まあ、小さな隕石を複数個落下させる、これいきましょう。で、からの幻影の魔法、非常に少ないながら敵にダメージを与える。より多くの幻影を召喚する、こっちの方がいいだろうね。で、武器に魔力威力を増加させるというよりは防御力アップしたい。エナジーアーマー低下させる、低下させるか。逆に上昇する、すごいぞ。なんかスキル効果値はクリティカルヒットが上昇する、これちょっととりあえずちょっとこっち行ってみようか。スキル効果値はクリティカルヒットが上昇する、よし、これでちょっと一回臨んでみましょうか。お、すごいけどなんでだ、間違ったボタンを押したぞ。あ、そういうことね。よし、じゃあ行きましょう。あ、こっちじゃない、こっちだ。このスキルでどのぐらい戦えるか。さあ行くぞ。戦う理由が全く相入れないからだ。私は名誉のため、そして他者へ善を行うために戦っている。こい、回復しなければ。痛いんですけど。どうどう、ダメージとしてはでかいんじゃないか、今までで一番。どうよどうよ、どう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 、痛い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 、あぶね。なんかね、ボタン配置が慣れてないからか非常にやりづらい。痛い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 、もうちょっとね、狭い狭い狭い、ほらほらほら、痛っ、敵を出せ。ふぅ、なんだろうね、ちょっと微妙だな、何かが違う。
ダメージはでかいけどね。メティオ連射。あ、いた、たたたたた。ちょっとあいつら他のやつは死んでないな。死んでくれ、いい加減死んでくれ。ゴールドは死んだかな。ゴールドはやれた。あとはこいつだけだね。あ、ちょっといつものパターンだ。ただやはり炎の方が戦い方としてはやはりいい気がする。でメテオはそこまで役に立たないな。セカンダリをちょっと変えるか。こっちやってみようかな。このアーケイン一時期使っててね、結構強かったんですよね。これ大幅にアップする。ちょっと見てみようかな。いろいろね試してみましょう。これでディフェンス系はスタン状態になる。これは炎でいこう。これもねいまいち分かってないんだよな。徐々に生成されるにするか。よし、これでもう一度行ってみよう。なんかこれさ、配置がおかしくない？これがこれだった。分身を R1 に持っていきたいな。これだね。でこっち側にファミリア。あーでも攻撃力アップしようか。攻撃で敵を炎上させるようにする。これ入れよう。さあ行こう、もう一度だ。強い。どうよ。助けてくれ。あ、痛い、すげえ痛い。分身。痛い。
敵キャン。よし、いいぞ。そこの紫のを取る。ほら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 。ほら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 。そろそろ来るんじゃない？来ない？あれー、これだよこれ。なぜこの一撃で殺されるのか納得いかないな。ちょっともうちょっと見直しをしましょうか。きっとね、まあ体力が足りないとかそういうのもあるんでしょうが、納得いかないな。やっぱ防御力上昇させるか。よし、ここでどうだ。もう一度。もうそろそろクリアしたいぞ。痛い痛い痛い、すごい痛い。やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ。あ、これ今ただの失敗だね。今のはもう一度だ。今のはただの失敗でしかない。痛い痛い痛い。死んだ。くそー、このパラゴンをね装備するか。装備してもでもそこまで変わんないでしょうね実際のところ。うわ悔しいな。普通に初めよりなんか悪い感じになってますよね。エネルギーを凝縮系入れてみましょうか。じゃあいろいろやってみよう。いろいろ、さっきでもこれは使ってないよね。凍らしてみるか。これクリティカルヒット率が上昇する？マジで？ちょっとやってみよう。
痛い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 、すごい痛い。でもこれ結構いってない？いってるよね。逃がさねえぞ、もう。あぶれ、これはやばい、やめてくれ。ここで死ぬのは嫌。あぶれ、オッケー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 、終わりました。どう？それで一回逃げよう。これ一撃さ、そろそろやってくるよな。止まらねえぞ俺は。オッケやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。うわ、ふう、防具が全て壊れてしまった。ただちょっと未来が見えた感じがありますね。この戦い方はいいぞ、意外とね。はい、ではね、ということで、本日また残念ながら進めることはできませんでしたが、ね、まあいい感じに進んでるんじゃないかなと。まあ、スキルの構成をね、よく考えてやればいいようにいけるんではないかと思います。では今回は一応ここまでといたしまして、また次回ディアブロ3の方をやっていきたいと思いますので、次回も実況ぜひご視聴ください。ソルトでした。